私は日本共産党を代表して、ただいま議題となりました法律案について質問します。まず冒頭、3月9日、大津地裁は、関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを求める画期的な仮処分決定を行いました。同決定は、新規制基準に適合しても、その原発は安全とは言えないと断じています。また政府には、避難計画をも視野に入れた幅広い規制基準を作る新規則上の義務があると指摘しています。これは新規制基準に適合したことだけを根拠に、再稼働を進める安倍政権の原発政策に対して、根本的な見直しを迫るものです。あの東京電力福島第一原発事故から5年が経ちました。私は先日、福島県いわき市の仮設住宅で、楢葉町から避難している方々からお話を聞いてまいりました。皆さんが口々におっしゃっていたのは、この辛い思いを他の人に味わわせたくないという言葉です。今政治がやるべきことは、原発の再稼働や海外への輸出ではなく、事故の収束と原因究明、全面賠償に全力を尽くすことではないでしょうか。次に法案について質問します。本法案は、原発の運転に伴って発生する使用済み核燃料の再処理等を推進するため、国の関与を強め、認可法人や拠出金制度を創設するものです。これにより、電力自由化の下でも核燃料サイクル政策を維持しようとしています。しかし、核燃料サイクルの本命である高速増殖炉文書は、総額1兆円以上投入しながら、もう20年間、一度も発電していません。昨年11月には、原子力規制委員会が、文書のあり方を根本的に見直すべきという勧告を出すに至っています。再処理で生まれるプルトニウムを加工したモックス燃料を普通の原発で使うプルサーマル発電は、昨年までに16基から18基が稼働している計画でしたが、現時点で1基も動いておりません。仮にプルサーマルを強行しても、その後出てくる使用済みモックス燃料の取り扱いについて、具体的な場所や方法は何も決まっていません。本法案により再処理を進めても、核燃料サイクルが回る見通しは全くないのです。核兵器に転用できるプルトニウムを日本が 47.8 トンも保有していることに対しては、世界から厳しい目が向けられています。本法案により再処理を進め、プルトニウムをさらに増やすことは、国内外で矛盾を激化させるだけです。行き詰まった核燃料サイクルをはじめ、原発推進路線全体を見直し、撤退を決断すべきではありませんか。使用済み核燃料の処分のあり方については、全量を再処理するのか、一部を再処理するのか、直接処分か、当面貯蔵かなど、大きな違いがあります。政府自身、2005年の現行法制定時には、経済的なコストの大小を含め、この4つのシナリオをいずれにするか、議論を行っていたはずです。ところが今回は、福島第一原発事故という未曾有の経験をしたにもかかわらず、こうした議論を行った形跡がありません。なぜ直接処分ではなく、全量再処理路線なのか、明確な答弁を求めます。これに対しては、アメリカからも強い懸念が寄せられています。トーマス・カントリーマン米国務次官補は、3月17日、米上院外交委員会の公聴会で、経済合理性や余剰プルトニウムの観点から、日本の核燃料サイクル計画は停止することが望ましいとの考えを示しました。日本が核燃料サイクルを推進するには、アメリカの包括同意が不可欠ですが、その根拠となる日米原子力協定は、2018年で期限切れを迎えます。政府は、米国としかるべき検討、交渉を続けていくと答弁していますが、どのような検討をし、どのような方針で交渉をしているのでしょうか。本法案は、青森県六ヶ所村の再処理施設に存在する約3000トンの使用済み核燃料だけでなく、全国の原発に貯蔵されている1万5000トン、さらには、今後再稼働で生み出されるすべての使用済み核燃料にかかる費用を積立金方式から
拠出金方式に変えようとしています。また、これまで対象外だったMOX燃料工場の費用も対象としています。アメリカ政府は建設コストが当初見込みの7倍を超えたことから、2015年度予算でMOX工場の建設を凍結しました。アメリカも撤退するような事業を新たに加えるなど、無謀にも程があります。現行法制定時の議論で、あえて対象から外されていたこれらの費用を、なぜ今回は加えるのか、また、それぞれいくらかかると試算しているのか、答弁を求めます。本法案の骨格を審議した経産省の調査会は、昨年11月の中間報告で、過去に発生した使用済み核燃料にかかる資金や、将来的に何らかの事情によって事業全体に要する費用が変動した場合も、必要な額を確保するとしています。これはまさに過去、現在、未来にわたって青天井で核燃料サイクル全体にかかる費用を対象にするものではありませんか。政府は現行法制定時、再処理などバックエンドに必要な費用は 18.8 兆円だと説明していましたが、その後まともな説明をしていません。核燃料サイクル全体で必要となる費用は総額いくらに達するのか。他方、直接処分を選択した場合の費用はいくらなのか、明確な答弁を求めます。現行制度では、再処理等の費用の一部は、電気料金という形で国民が負担しています。政府は、本法案によって膨れ上がる巨額の費用についても、電気料金の形で将来にわたって国民に負担させ、回収するつもりですか。安倍政権は、2030年度に、20% から 22% の電力を原発で賄う方針を立てています。しかし、福島第一原発事故以後、どの世論調査でも過半数を超える国民が原発のない日本を望んでいます。この揺るぎない国民世論に反して原発を再稼働し、しかも再稼働で生まれる核のごみの再処理費用を国民に押し付けるなど、到底認められません。最後に、今年は福島第一原発事故から5年、チェルノブイリ原発事故から30年の節目の年です。人間社会と原発は共存できない、この原点に立ち返ることを強く求めて質問を終わります。経済産業大臣、林素雄君。藤野康文議員から7つの質問がありました。まず、大津地裁による高浜3・4号機に対する運転差し止めの仮処分決定についてお尋ねがありました。今回の仮処分決定に関しては、当事者間で係争中のものであり、内容に関するコメントは差し控えます。他方、今回の仮処分に関する世論の反応を聞き、改めて感じたのは、原発の再稼働について、国民の皆様には様々なご意見があるということです。政府としては、原発について国民の皆様の信頼回復に向け、安全最優先を旨とし、国民の皆様の理解が幅広く得られるよう、引き続き最善の努力を尽くしてまいります。原発の再稼働や海外の輸出ではなく、事故の収束と原因究明、全面賠償に全力を尽くすべきとのお尋ねがありました。福島第一原発の廃炉汚染水対策と福島の復興は、経済産業省が担うべき最も重要な課題です。廃炉汚染水対策については、引き続き東京電力を主導していくとともに、安全確保を最優先に、国も前面に立って、全力で取り組んでまいります。また、損害賠償については、政府として東京電力に対し、引き続き被害者の個別の状況を丁寧に把握した上で、
迅速、公平かつ適切に行うよう指導してまいります。原子力発電所の再稼働や輸出を含めた原子力政策については、安全神話の進歩が招いた福島第一原発事故を片時も忘れず、真摯に反省し、国会や政府等に設置された事故調査委員会の報告などから得られた教訓を踏まえていくべきことは当然のことと考えます。核燃料サイクルを含めた原子力政策についてお尋ねがありました。原発の依存度は可能な限り低減させますが、他方で安定供給の確保、電力コストの引き下げ、CO2 排出の抑制の3点を実現しようとすれば、原子力への依存度をゼロにすることはできず、やはり一定程度の原発は稼働させなければ責任あるエネルギー政策を実行できないという判断を行っております。その中で核燃料サイクルについては、エネルギー基本計画において高レベル放射性廃棄物の量の減少や放射能レベルの低減、資源の有効活用などの観点から推進することとしています。使用済み MOX 燃料の扱いも含めて様々な課題があることは認識しており、自治体や国際社会の理解を得つつ一歩一歩着実に進めてまいります。またプルトニウムについては、同計画において利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を堅持し、プルトニウムの回収と利用のバランスを十分に考慮しつつ、その適切な管理と利用を行うこととしています。これを踏まえた政策対応を進めていきます。使用済み燃料の処分のあり方についてお尋ねがありました。我が国は使用済み燃料を再処理する核燃料サイクルを推進する方針を取っており、そのことはエネルギー基本計画で閣議決定しております。こうした方針の検討にあたっては、総合資源エネルギー調査会に設置された審議会における17回に及ぶ議論、エネルギーに関係する各分野の行政に責任を持つ閣僚による議論を行いました。このような検討を踏まえた上で、我が国としては高レベル放射性廃棄物の量の減少や放射能レベルの低減、資源の有効利用などの観点から、フランスなどと同様に使用済み燃料を再処理する核燃料サイクルを推進する方針を取ることを決めたものです。本法案の対象事業及びその費用の試算についてお尋ねがありました。本法案は、競争が発展した環境下においても、使用済み燃料の再処理等を着実かつ効率的に進めることを目的としています。このため、現行の積立金制度の対象としていなかった使用済み燃料についての再処理や、再処理の工程と不可分な MOX 燃料加工に要する費用も制度の対象としております。これらの事業に要する費用について、政府として試算を行っておりませんが、まずは認可法人において必要な精査がなされることとなります。政府としては、その妥当性を確認した上で、拠出金単価を認可することになります。核燃料サイクルに必要となる費用についてお尋ねがありました。現時点において、核燃料サイクル全体で必要となる費用の総額の詳細や、直接処分を選択した場合の費用について、その試算は改めて行っておりません。なお、バックエンド事業の総事業費の大層を占める再処理事業と最終処分事業の費用については、事業者からの最新の報告によれば、2004年1月の審議会において、示されたものと比べて、大差がないものと認識しております。本法案に関する再処理等の費用の回収方法についてお尋ねがありました。自由化が進展した環境下では、どのような方法で費用を回収するかは、事業者が判断することであります。他方で、本法案において、制度の対象にとしたような発電に関わる費用は、電気の利用者から料金の形で回収することが一般的だと考えられます。また、今回、拠出金制度の対象としている費用は、現行制度下でも、
電気料金で回収することが想定されているものであり、全体としての国民負担を増加させるものではありません。文部科学大臣、長谷博史君。藤野康文議員から2つ質問がありました。最初に文字に関する原子力規制委員会からの勧告についてお尋ねがありました。エネルギー基本計画において文字は廃棄物減用や有害度低減等のための国際的な研究拠点と位置づけられております。昨年11月には原子力規制委員会より原子力機構に代わる新たな運営主体を特定するよう求める勧告が発出されました。本勧告に真摯に対応するため、文科省では昨年12月に私のもとに文字の在り方に関する検討会を設け、これまでの課題の総括、文字の在り方の検討、具体的な運営主体の検討という3つのステップで議論を進めているところです。文科省として可能な限り速やかに文字を取り巻く課題を解決できるよう引き続き前面に立って対応を進めてまいります。次に核燃料サイクル政策のお尋ねであります。エネルギー基本計画において核燃料サイクルの推進は資源の有効利用や放射性廃棄物の減用、有害度低減等の観点から我が国の基本的な方針とされており、この方針に変わりはありません。文科省としてはアメリカやフランス等と国際協力を進めつつ、高速炉等の研究開発に取り組んでいるところです。引き続き関係省庁とも連携しながら対応してまいります。外務大臣、岸田文雄君。私には日米原子力協定についてお尋ねがありました。ご指摘のとおり、日米原子力協定の当初有効期間は30年、すなわち2018年7月16日までですが、その後は自動的に執行するのではなく、日米いずれかが終了通告を行わない限り存続されます。まず現時点において日米原子力協定の2018年7月以降の取り扱いについて何ら決定はされておりません。しかし同協定は日米間の原子力協力のみならず、我が国の原子力活動の基盤の一つをなすものであり、極めて重要であると考えます。政府としては米国との間で円滑かつ緊密な原子力協力を確保すべく、今後の日米原子力協定の在り方も含め、日米原子力協力に関するさまざまな課題について緊密に検討協議していく方針です。